はい、今日もあなたと百姓一揆、本日は2019年の1月、16とか15とかその辺ですな。今日は快晴ね。昨日はあんま天気良くなかったですけどもね、雨降るかなみたいな感じでしたけども、今日は朝から晴れがっております。さあそんなことで、先日ね、ハウスのこの何ですか、雨よけを作ったわけですけどもね、こんな感じでね、まあなんとかこう開けた時にね、雨が入らないようにという配慮のもとね、作って、まあこのところにね、このスペースになんかこう物を置いたりとかね、できるかなみたいな感じでして、さあ今日はね、今日の動画は何か、今日は私は土木工事屋さんになってますね。はい、これでございますね。またあの前も撮影しましたけど、ここにね、こう土木建材いうところの RC っていうね、この固まる、普通の砂利と違って固まるね、何ですか、道路とかね、なんかこう簡単なものを作るときにね、ちょっとお高いに、普通の砂利よりかはお高いわけですけどね、これを今ね、もうなんかほとんど馴染みのように、持ってきてって電話一本すれば持ってきてくれるというね、もちろんお金を払えるわけですが、そんな感じでね、これは2トンダンプ1杯を今置いたところでね、もう1台入れるんですけども、さあこれをこっちに敷き詰めるわけですね。はい、このハウスのこちらですね、出荷場にする予定でございます。ここにね、敷き詰めて、今ようやくね、1台目の半分ね、ここ全体をこうやって敷き詰めてね、土だとね、やっぱ湿気が上がってきちゃうので、段ボールとか濡れてしまいますんでね、そういったこともあり、こちら奥がね、こうやってね、トラクター置き場になってるんですけどね、まあ一応どういうんでしょう、将来的にどうなるのかちょっとわからないですけどもね、拠点を今一旦ね、こちらに引っ越しをしているという状況でございます。さあそんなことでくっちゃべっとなんでやると、まあ年が明けてね、今現在我が農園はね、状況がまたいろいろ変わりまして、まあ、結婚して再退社になったというのもあるんですけどもね、今現在我が農園はね、ほぼ私一人で運営している状況でして、研修生お手伝いなどね、広く募集してるんですけどもね、まだ今のところ誰も来ないですね。まあまあそういうことでございます。よいしょ、よいしょ、こうやってね、2トン車で1台持ってきたら、確かにね、2トンって言うと、ほんでなんかすごい量かなと思うんですけど、こうやってね、手作業で やれる範囲なんですよ。この辺はまあね、日曜大工とは言いません、ね。日曜大工とはもちろん言いませんが、まあまあまあ、手作業でできるレベルですよね。こうしてやればね、我々のようなね、私のようなね、ある程度の、まあ素人ではないですが、プロではないですよね、建築に関してはね、建築とかこういう土木に関してはね、ただある程度は頑張ればできます、マンパワーでね、自分でできるところは自分でやるわけですけどもね。まあ2月になればね、ここにまたもう一つの小屋をね、作ろうかと、時間がとの戦いですよね、時間と予算。もう3月になればもう農繁期入りますんで、もう動けないですね。3月から10月はね、毎年ちょっと何もできないっていう感じですけどね。よいしょ、よいしょ、よいしょ。まあ今日ね、何かお話しようと思うのは、例えばですよ、まあ農家になりたいっていう人のね、動機といいますか、それはね、いろいろあると思うんです。なんでしょう、人によってはね、作物育てたいとか、田舎暮らしをしたいとかね、いろいろあるんですけどね、私の場合は、もう最大の理由はね、まあ特に農業ではある必要はなかったんですけど、要するに、まあ自立したいっていうことなんですよね。まあ、都市でね、都市において、起業してね、会社を作って、それでね、自分で稼いで食べる、もちろんね、それも自立の一つの形だと思うんですけども、やっぱりこう、まあ、
都市とはまた違う、それもそれでね、私も経験があるんですけどもね、ちょっと違うかなというふうに私は思ってたもんですから、もっとこうより独自のね世界を展開できないかみたいなね、20代はずっとね街中にいて、私も田舎から上京して、で街中に行ってですよ、まあ大学が都市だったわけですけどもね、でまあ過ごすじゃないですか、でそこで働いて気づくと30なわけですけども、ちょっと違うなということを感じるわけですよね。でまあ会社を作ったりしたとしても、なんかちょっとこう人に依存してる感じっていうのはね、どうしても否めないというふうに私は感じたもんですからね、まあいろいろやりましたよね。ネイティブアメリカン の人と一緒に暮らしたり、インドに行ってみたり、まあお決まりのパターンちゃお決まりのパターン、自分探しなんでしょうか、そういうのはね、まあそういうこともずっとやりました。でその結果ね、私の出した結論はこれは都市ではあかんなということですね。でまあ田舎に行って何かをやるとなった時に、やっぱりまあ先に思いつくのはやっぱ農業じゃないですか。私は非農家のね出身ですけれども、まあそういう流れでね農業を志したわけですけどもね、そう思ったのがまあ30も半ば近くだったもんですからね。でまあ研修に行き、こういうふうにね、あ来たかな、違うか、もう一台トラックが来るんですけども、まあまあでまあ田舎に行ってね農業を買って安易に考えるじゃないですか。しかしね、まあ本当に今と違ってね、僕の時代の頃はやっぱり非農家出身の人が農業やるってなかなかハードルが高くてね、まあそれでもこうやってね、そこから20年約にね経ちまして、まあ晴れて専業農家となってね飯を食ってるわけですけども、やっぱりその自分の中においてはね、とにかく自立して自分の力で生きていきたいという、まあ口で言うとあまりにも恥ずかしくてねあれですけども、だから何でもそうなんですけど、でただね専業農家になるね、特に私の場合は有機農業というねオーガニックでやってるわけですけども、これで飯を食うっていうのはね、まあ茨の道でございまして、そんなね甘っちょろいこと抜かしてたら食べられないんですよ。なので正直言って、その時給とかそういうね、何でも自分で賄うとか家を建てるとかね、なかなかそれはね、それをおやりになってる人はいらっしゃるかと思いますが、やっぱね並大抵ではありませんね。ただまあ私自身はね、今後ちょっともう、まあもちろん農業ね、永遠にオーガニック栽培ね、有機農業やっていきますけれどもね、それ以外にはですね、まあこの、まあ、YouTube の活動もそうですけどもね、 YouTube の活動ってね、ごめんなさいね、そんな大したことないですね、これね。やっぱりこう自分の理想のパラダイスを作りたいっていう思いはね、やっぱりずっとあるわけでして、今までそれを抑えつつね、とにかく飯を食わなきゃいけないですから、それをねひたすら邁進してやってきたというところでございますね。まあこの20年は本当にね食うのに必死でございましたね。今だってそうですけどもね、ただまあもう私も50を過ぎまして、50もうちょっとしたら50半ばになっちゃうんでね、そろそろもうエンジンかけてね、自分の理想とするところをもう本当に、ピンポイントで目指さないと間に合わないというね、ことになりまして、今現在だからねこうやって将来的なことも含めね、自分の、最終的な居場所といいますかな、家だとか土地だとか、あるいはそれにのみならずね、何を作りたいのかっていうようなことをね、ちょっと模索しております。まあ模索というかね、とにかく土地を買う、家を建てる、ね、それ以外に例えば何らかのそういう宿泊施設だとかね、いろんなやりたい事業ね、事業というと大げさですけどね、民泊、エステ、農作業プラスエステとかね、そういうようなことをねやっていきたいね、そういうような田舎というものをねしっかりとその一つの、田舎の桃源郷のようなものをね、それプラスなんていうんですか、農的なところの、そうですよね、まあ
そういったものを本当に考えております、ね。やっぱりそれにはね、新規収納、あるいは農業者っていうのがね、おそらく一番田舎においてはね、動きやすいのだと思うんですね。なかなか私が勉強しましたパーマカルチャーなんかでもね、そうなんですけれども、いきなりね都市の人が田舎に行ってね何かやろうとした時に多分ハードルが本当に高いんですよね。軽トラを買いましたね、置くとこはどこですかとか含めてね、本当に素人の人がね農地を借りる、ね、どんなに狭いところでもそう簡単ではないんですよね。まあそういったことも含めね、田舎で何かやるには農家になってしまうというのは一番手っ取り早いんですよ、何かをやるんであればね。まあそれだけじゃないですけど、建設業者もいいですよね、あと造園土木ですね、造園屋さんなんかでも、あと井戸掘りだとかそういう地域に ね密着したそういう仕事をやると、田舎のことはどんどん見えてきますね。で技術も身につくとね、そういうことがね、意外とね、新規就農、農家になりたい、農業やりたいっていうことと、その辺のそのガテン系の仕事というのはかなりね接点は多いです。ただやっぱり新規就農やりたいという人の7割8割は文系だったりね、文化系と言いますかね、するともちろん向いてないってことはもちろんないですけども、それでね結果的にはガテン系より仕事してる人はいっぱいいますけども、アドバンテージがやっぱちょっと違うんですよね。大体ね、新規就農したいとかっていう、研修したいっていうような人には、まあ僕のところに来る前に半年か1年間ぐらい、なんか何でもいいです、飛びでも何でも、あの左官屋さんでもいいですけど、外で働くね、そういうガテン系の仕事をね、例えばユンボの資格をね、動かせる資格を取るだけでも大きいので、建設土木のね、なんかそういう工事、あの土木工事系のバイトをしてきてくださいっていうようなねことをよく言ったりします。そうね、3ヶ月半年くらいと一生懸命働いてると、まず絶対にね、あの社員にならないかって声かけられますからね、今はね本当に、あの人手不足ですから、そういう業界はね、真面目にね20代30代でやってると必ずそう言われますよ。よいしょ、何の話でしたっけ。そうそう、だからまあ、あのこうやってね作るというね、何でも自分でね一人で思ったり大概のことはできますね。実際にやってみるとね、その辺は見えてきますよ。このね作るというね、0から1を作るというこの喜びをね知るということはね、本当にあの今の時代は最も必要なことなのではないかとね、個人的に考えております。あの本当にここまでねネットが発達すると、それを情報をね、見たり聞いたりしただけでなんとなく分かった気になるというのはね、一番恐ろしいことでして、その対極にあるのはね農業でございますよね。見てるだけではね、イメージだけではキャベツはできないですよね。よいしょ、難しいところなんですよね。あの汗をかくことのみが価値があるとはもちろんそんなことはないですよね。そんなことは決してないです。ただあのこうやって自分の手で働いて汗をかいて何かやると、そこで入ってくる情報量っていうのは比べ物にならないんですよね。で実際に自分がじゃあ次どうやったらいいかということは大体分かったりしますんでね、そういう内側の情報を得ることね、それが最も、今の時代大事なのではないかとね、そのように考えておる次第でございます。裁判長ね、そんな感じでございますよね。よいしょ、こういう作業はねラジオでも聞きながら喋りながらやるとちょっとしんどい。今こうやって喋りながらやってね、もう少しで半分いきますね。もうあともうちょっとすれば2台目のねダンプがまた2トンズドーンと持ってきますんで、それまである程度ちょっとやっときたいんですけど。よいしょ、よいしょ、はあはあ、よいしょ。
よいしょ。今日はね、なかなかの土木作業になりますんでね、夜ね、しっかり足をね、ケアしないと、足がついそうですから。だいぶいい感じになってきましたね。こうやってね、できてくるようになると肉体労働って楽しいんですよね。こう作る喜びね、形になっていく喜びってね、本当にいいもんですよ。もちろんね、何の価値があるんだね、そう思って当たり前ですけどね。まあ今の時代ほどね、農業というものの価値がね、ない時代はないと思いますが、いいんですそれでね。はい、外側の価値と、ね、内側の価値、どっちを選択していきますかってね。よいしょ。あと1回入れれば終わりかな。はあ、そんなことでね、もうちょいでございます。できれば来週あたりからね、ここで出荷をしたいなというふうに思っております。ガレージからね。はあ、さあ、私はね、これからね、そうやってこう自分の思う理想郷ね、桃源郷と言いますと大げさですけどね、そういったものをね、家土地だけじゃなくてね、何かこうおっと思うようなね、そういうシンボリチックな何かしらのものを作っていきたい、口で言うのは簡単ですけどもね、そんな風に考えております。さあ、そんなことで今日はこの砂利をね、出荷場予定地のところに、このハウスの中に敷き詰めている、そんなね、土木工事をしている百姓農園の動画でございました。ね、本業は農家でございます。はい、以上です。それではまた。